おはようさまさん、どうも、花城おとるです。ちょっと待って、そんなに言われたら、お前じゃできん。おはようさまさん、パズドラで初めてランク1000に行ったアイコン名サマンサ、どうもどうもお願いです。知らねえ。知らん。初めてランク僕たちは最強だ、ゲトをハウンです。いや、まあ、どう突っ込んでいいか分からん。呼んでください、過去編。過去編ってか、まず未来も呼んでないわ。というわけで、はい、はい、最近の大人気アニメ呪術廻戦見てる人、はい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 、リアタイで録画両方見るんだよ。俺だってアニメ見てるから。あれ君は、え、君受験弁生もしかして。君受験、受験回戦しか読んでない。俺読んでないやってたんですね。はい、というわけで、最近流行ってる呪術廻戦という漫画があるんですけれども、はいはい、その中に出てくる五条悟っていうね、最強のキャラクターがいるんですよ。五条ってのはもうあの五条、五条京都五条の話してますよ。京都五条の話。あー、五条、五条のそのキャラの、まあ、特技というかその技があるんですよね。はい、はい、でこの技が無加減呪術というんですよ。無加減、手加減しないぜってこと。無加減的。作者の見解によると、これはかなりこう数学的なロジックで一応こうなるんだよみたいなことは言ってるんですけど、にわかに信じがたい。いや、あの作者は数学できないです絶対。数学絡んでくんの？あ、数学絡んでくるから、よく出てくるのが無限級数っていうのが出てくるんですよ。なるほど。でもその言葉聞いたら、ほんまかぞ。いや、ほんま。我ら理系黙ってないわけです。というわけで今回はですね、そんな最強術師、五条悟に、我々理系が、マジレスしてみた。イェイ。まあ一応目的は2つ。芥見ゲゲさんにマジレスをすること。もう1つ。まあ一応これを、この設定を完全に理解して皆様に分かりやすく伝えること。文系の人が呪術廻戦を読んだ時にもしかしたら親と思う可能性がある。どちらか理系の方か。むしろ理系の方か。だから、そうだ、どういう風にこう数学とその技が絡んでいるのかっていうのを改めて検証していくっていうのが今回の企画でございます。なるほど。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。マーケットパセロイズム勲章。そう、分かんない分かんない。マジで初心者として聞いていい？こいつなんで戦ってんのこいつら。あ、まずね。これ世界観の説明ですね。人々の怨念とかによって、うん、まあ、呪霊っていうものが勝手に生まれてしまうんですよね。なるほど、なるほど。それをただただもう撲滅するしか、人々を守る術はないってことで、一応平和を目指してるよね。まあそうですね。なるほど、なるほど。消防士みたいなもんです。イリ軍なんや。あ、イリ軍。イリ軍みたいなもんなんや。助けてたらこいつら全員もうすごいですよ。あ、でも完全制覇できるぐらいの余裕です。余裕です。余裕ってくらいの身体の力を持ってる世界ってことです。これですね。まずここです。あ、なになになに？ちょっと読みますね、この辺から。読んでください。簡単に言うと、当たってない。バカな！さっきとはわけが違う。わしは確かに触れて殺した。で、ここ次です。はいはい。君が触れたのは、僕との間にあった無限だよ。どういうこと？こう手やったら、ビタってこう止まってるんですよ。こう、それ、これ以上先に進めないんですよ。あ、なるほど。あ、そういうこと、あ、そういうこと。プラスプラスの電気力線みたいになるわけね、こう。そういうこと、そういうこと。そういうイメージ。プラスの電気力線みたいになってる。はい。で、ここで五条悟の術式、無加減呪術について説明します。なるほど。あ、無加減でそっちね。で、五条の術式は、アキレスと亀に出てくる収束する無限級数を現実にするものです。ただ、五条の術式の無限級数は、ファンタジーで繰り返される足し算の中に、本来ない0と0を分割した何かが含まれます。0を分割した何かというのは、今回は勇気を出して、負の自然数と言い切りました。何負の自然数って。あ、だからここで言ってるんや、だからこの。まあ、だからさっきのアキレスと剣の話をしてるわけね。はい。アキレスと剣っていうのが。アキレス剣アキレス剣。アキレスと何ですか、亀。という感じです。はい、でもまあ、これぐらいじゃないですか、多分。まあでも負の自然数っていうのはまあ、定義されたんですか、この方が。この方が定義された。マイナス1個の隠語がどういう効果になるのか。0割る5とかするとマイナスが出てくるってこと。そんなの不正形じゃないですか。2分の1たす4分の1たす8分の1たすっていう、まあ、2の N 乗分の1の級数。こんな感じで永遠に数えていたときに、最後まで数を数え切った人は存在しないので、まあ無限を認めてるからね。だからその中に負の自然数がないとは言い切れないよね。言い切れない。なるほど、なるほど。2の N 乗分の1にもしかしたら負の自然数が出てこない。ああ、その発想なかったな。じゃあ俺らでやるわ。
俺と呼びの輪の住んで今の N=マイナス1多分なんか虚数とか使えば多分出ますよ答え一応定義できる呼びの輪電話してみるでしょ、はい、あ呼びの輪電話しようこれは確かにもし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 問題です。2の N 乗イコールマイナス1を満たす N の答えを無理やりやるとしたら無理やりやるとしたらN イコールログ2のマイナス1かっていうことになるよね。まあ、だから、ログ2のマイナス1は定義できますね。その関数で。お、できるやつですか。おお。15秒でわかるログ2マイナス1。まずはオイラーの公式を持ってきます。これに定が E の対数を取ります。この定を2に変換すれば終了です。答えはログ2分の i π、だいたい 4.532i くらいらしいですよ。チートやんこんなん。だから、うん、これはだからもうチートなんですよ五条先生が。もう一回説明して。まあまあまあどちらにせよどちらにせよどちらにせよ結局その負の自然数って言い方は、はい、複素数って話に変えた方がいいよっていう結論一旦、まあ、そうですオイラー悟るってことだ。まあそうですね。そっちの方が良かったです。何やアキレスとケンじゃあまだアキレスとカメですカメアキレスとカメのような形で俺には近づきたくてもお前はこれ以上近づけねえみたいなことやる。でもそっちそれだけだったら良かったのに。うん確かにそれだけだったら空論力説明できない。確かに確かにだから要はあれやんなお前もプラスの電荷持っとんぞと。あそうです俺もプラスの電荷持ってんぞだからお前近づきたくてもここ行こうはエネルギー発散する。それだけやったら良かったのに、はい、それに変なことを持ってきちゃったのが今回がもう敗因というかもう敗因混乱の敗因敗因混乱のもとって混乱してるのでいけるだけやからもしかしたら敵と同じ、まあ、展開にできるみたいな。そう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 いう能力に言い換えることができる。逆に言うと確かに言い換えることができる。そういう言い換えることができる。言い換えることができる。完全術式ちゃんとだから大学受験で物理取りましょうとか呪術改正が来たかったら呪術改正じゃなくて物理やったんですねこれ。もしかして水蒸気が例えば電荷を置いてましてはいはいはいそれがそれをあえてくっつけることができる。例えばあそういうこともできる。だからそういう技もあるだから。それが青っすか。違う感じ。分からん分からん。そう分かんない。青って吸い込む反応じゃないですか。ああはいはい。なんでその安いに変えてるっていう。確かにだからその場所にある電荷を帯びてるものを無意識にそうできるバレないようにバレないようにバレないようにくっつけてる。それ結構じゃあそれだったらやばいじゃないですか。はい青も赤もいけるじゃないですか。確かに発散バーンって弾いてませんしギューってくっつけることできるんですよ。ああそう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 いうことだよね。なるほど。そうですね。もうもしかして電子を操る能力かもしれないですね。それレールガンですけどこのシーンだってもうそうにしか見えない。そうですよね。これもうビタッてもうここ電気力してきますよ。こうやって電気力してきますよ。だから電気を帯びてるからこいつツンツンなんちゃう。こいつ電気を帯びてるからこいつ。静電気やったんですか。プラスの電荷が帯びてるっていうのをある意味暗にしてる。暗にしてる。天才だ。それしかない。だからこいつ髪の毛ツンツンない。なるほど。あ、じゃあもう電子操るようになった。だからこいつは電気をもう自由自在に操れるっていう能力に取って変わる。しかも電気やからこういつ発光するかわからなくて眩しいからこのサングラスもしてる。あ、それもあると。ほんまに眩しいから。そうそうそう。